Hello, how are you? こんにちは、元気ですか？元気です。アンナ・ビルジーリの会社の紹介をしていただけますか？まず私はマティア、私の兄弟のアレッサンドロです。アンナ・ビルジーリを所有するエタンズファミリーの一部です。1988年創業ということは30年以上このビジネスをしています。家族経営です。第1号店はサン・ベネデット・デル・トロントという場所で開かれました。オープンしました。イタリアの東海岸です。そしてそれから30年間の間に他に20店舗を開きました。ブランドストラテジーに主に投資しています。30以上の国々で販売しています。ではこのアンナ・ビルジーリの会社の戦略を教えていただけますか？ストラテジー戦略として3つに主に分かれます。1つ目はフラグシップストアを開けること、2つ目フランチャイズの構造を作ること、そして3つ目はブランドの普及を挙げられます。30以上の国で売られていますが、年末までにもう2店舗、一つはフランス、そしてもう一つはドバイに店舗を開ける予定です。で、会社のイメージ、このアンナ・ビルジーリのブランドについて教えてください。イメージはミドル・アッパークラス、そして価格に合った高品質と言えます。この製品は女性であって透明感があるアクティブであってモダンであるコンテンポラリーな女性です。いつでもファッショナブルです。ではこのブランドの価値を教えてください。どのように認識することができるでしょうか？アンナ・ビルジーリは高品質のレザーを使い、アクセサリー、そしてディテールにもこだわっています。コーポレートカラーはライトブルーであり、フラグシップストアにこのカラーが使われています。世界中で同じです。もう一つはオクタゴン、つまり八角形が使われています。コレクションと全ての製品に共通している点です。例を見せていただけますか？例えばこの商品には八角形がロングストラップに付けられています。他には中に入る取っ手の部分に使われたり、またラベル、コーポレートカラーであるライトブルーで八角形を形取っています。でこの時期に会社の戦略は変わりましたか？非常に難しい時期ですが投資をしています。デザインとそしてコミュニケーションの分野で人材を発掘しようとしています。そして世界中でセールスにも力を入れています。また初めてモノグラムを制作しました。一つの例ですが、モノグラムと言われるもの、八角形のアクセサリー、そしてこれが新しいモノグラムで革とマッチしているデザインとなっています。ではメイドインイタリーについて教えていただけますか？このメイドインイタリーのあるべき姿を保っています。イタリアでデザインされリサーチされる、そしてイタリアの素材、そしてイタリアで製造されています。 100% イタリアンです。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。良いビジネスができることを祈っています。ありがとうございます。